メダカというと、まあ、同様メダカの学校をイメージする方も多いと思いますけれども、近年は観賞用としても人気があるんですね。でところが今年3月、この遺伝子を組み換え赤い色に発光するようにしたメダカを違法に飼育したり販売したりしたとして、メダカ販売店の経営者ら5人が警視庁に逮捕されました。でこうした人為的に遺伝子を組み換えた生物の取引などは、生物の多様性と環境への悪影響を防ぐためカルタヘナ法と呼ばれる法律で規制されています。しかし今回はおよそ13年前に東京工業大学の研究室から当時の大学院生が持ち出したものが知人を通して広まったとみられ、逮捕者の中には発覚を恐れてこのメダカを水路に放出した人もいたといいます。この光るメダカをはじめとする遺伝子組み換え生物の現状とどのような規制や対策が必要かについて、メダカ専門情報サイト代表青木隆博さん、そして医療科学ジャーナリストの榎木英介さんに伺います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず青木さんにお伺いしたいんですが、はい、この赤く光るメダカというのはどういうものなんでしょうか。そして、日本固有種のミナミメダカの遺伝子の一部をサンゴの仲間のイソギンチャクモドキの赤い色素を含む遺伝子に組み替えたと聞いています。ブラックライトなどで照らすとヒレや骨が赤く光り、まあ、ちょっと水槽の中でね、美しく泳ぐというふうに聞いてます。うん、そのままこう光っているように見えるわけではなくて、いわゆるその紫外線、はい、ブラックライトを当てると、いや、よりですね、うん、そのままでもね、やっぱり、うん、不自然なね、ちょっと、色合いをしてるんですけれども、そういうライトを当てるとよりね、目立ちますね。うん、そういったそのこの光るものっていうのがある意味こうなんて言うんでしょう、珍重されたっていうことなんですか。そして、まあ、コロナ以降ですね、メダカも本当大ブームで、今では犬猫に続く市場規模と言われていて、珍しいものは1匹100万を超える値段で取引される場合もあります。で今回のものは1ペアで10万円とかっていう金額で、取引されていたと聞いています。それだけ高値がつくということなんですが、市場に出回っているものなんでしょうか。はい、基本的には出回っていないんですけれども、はい、私がですね、本当にこの光る、メダカというものを見たのは2001年頃ですね。その時は海外から入ってきたものだと聞きました。その後規制ができて市場には流通しなくなったんですけれども、ですから今回はですね、2度目なのでとても驚きました。メダカの取引っていうのは愛好家同士でね、行われることが多くて、今回もそうしたところでやり取りされていたんだと思っています。その個人の方同士でやっぱり自然に交配をして、その結果を楽しまれている方がほとんどだと思うんですけれども、はい、青木さんは今回の事件はどう見ていらっしゃいますか。はい、メダカはですね、本当日本の大切な魚で、江戸時代からですね、自然交配を繰り返して愛好家の中で微妙な形状の変化や色の変化を楽しんで発展してきました。でも今回のケースは自然界では絶対に存在しないものを作り出しています。綺麗に発光しているって言ってもそれはメダカの美しさではないですし、本来のメダカというのはその派手さではないですね、奥ゆかしい色合いにあると僕は思っています。で実はですね、メダカの生産や販売に関してはですね、犬や猫と違って免許や登録制度もなくて、つまり、やりたければ今日からでも始められるという状況。一方でね、そのメダカっていうのは今人気があるので、品種には今の珍しい品種には高値がつきます。こうした中ですね、コロナ禍の副業ブームの中、手っ取り早くお金になるとね、メダカを扱う人たちが増え、メダカの盗難が増えているというのもそうした背景があると、考えてます。でこうした人たちにとってメダカは本当に金のなる木という形でですね、生き物としてのリスペクトというものがなく、このままのまだにした状態では何度もこういったことが起きていくと。でそもそもですね、これらの問題が、まあ、例えば盗難はしてはいけないですよね、遺伝子組み換えもダメですよねと、こういったことをこの注意し合えるような社会でないと、この楽しいメダカの文化っていうのが残っていかないんじゃないかと私は
懸念しています。うん、本当そのメダカお好きで飼ってらっしゃる、大事にしてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですね。ツイートでも口丹波旅産人さん、うちにいるのは昔から売ってるヒメダカ、無事冬越ししましたっていうことで、本当に大事に大事にね、飼ってらっしゃる方もいる。そういう方にとってもなんかこういうニュースが出てしまうことって、はい、なんかちょっとやっぱ悲しいですよね。そうですね、メダカって本当に小さくても命ですからね。で、本当にそれを文化として増やして、またそれをね、近所の人に紹介するとか、こういったこう楽しい文化としてやっぱ残していきたいと私は思ってます。さあ、ここからはですね、医療科学ジャーナリストの榎木英介さんにも伺っていきます。榎木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めてですけれども、今回、この事件ですけれども、どこが問題なんでしょうか。そうですね、先ほど青木さんがご指摘くださったように、自然界には絶対ない生き物です。それがこう自然界の中に入っていくと何が起こるかわからない。例えば光るメダカが他のメダカを駆逐してしまうというようなことも起こり得るわけで、それで一度起こってしまったら、もうもはや私たちにはどうすることもできない可能性もあるわけですよね。はい、そうなってしまうと遺伝子の多様性みたいなものが非常に大きな影響を受けてしまうと思います。そういう意味で非常に重大な問題だと思いますね。はい、でそれを防止するための、法律というのが、あるわけですよね。はい、そうですね。それがカルタヘナ法といって、国際的取り組みの中で、国内法としてできたものなんですけども、人為的な遺伝子組み換え生物を輸入したりとかしてもいけないですし、輸出してももちろんいけない。流通や栽培や、飼育などをする場合、もちろん基本的にはいけないんですけど、許可を 得ないといけないということですよね。管理のもとに、そういった生物を扱うということになっていて、審査も受けないといけないですし、あくまで承認を受けたときのみ実験等で使用できるということになっているわけで、厳格に、環境に出ないようにしようというふうになっているんですよね。で、それがその今回はその、いわゆるその外に、持ち出されてしまったというところが、その問題だということなわけですよね。そうですね。これ当然その実際 その先ほどおっしゃったように環境下に出ていってしまう、自然界に出ていってしまうといろんなその影響を及ぼす恐れがある。ではそこをきちっとその食い止めていくためにはどういった対策が必要だって榎木さんお考えでしょうか。そうですね、やはりその今回のような流出みたいなことがあってはいけないわけですから、そこら辺で、管理が必要ですよね。その勝手に持ち出されてしまったっていうようなことがないようにしないといけないというふうに思います。そのためには、例えば、今回東京工業大学の場合は安長期つけましょうとか、限られた人しか入室できないようにしようといったような、管理の厳格化の方向に向かっていっているんですけども、とにかく出さないということですね。一度出てしまったらもう、今回のようにもしかしてアンダーグラウンドで流通してしまう可能性があるので、とにかく出すのを防ぐというのが重要だと思います。そうですね、これその青木さん、先ほどその榎木さんのお話の中でも、そのこうしたその生き物をその輸入してもダメっていう話がありました。でそうするとその国内の例えばその研究施設などで管理をきちっと厳格化したとしても、その問題って残るんじゃないですか。そうですね、結局その私も海外でですね、光る魚をこのようなメダカというかね、魚を見たことがありますし、2020年にはですね、カルタヘナ議定書の締結国である、タイからね、ピンクや黄色に光るゼブラダニオという熱帯魚がね、9年にわたり輸入されてきたこととか、我々もその入ってくる水際対策も強化とか必要だと思うんですけれども、まずですね、その我が国日本がこのカルタヘナの、ね、議定書、この、批准国であるということをまず知ることと、あとはその、そういったことをやめようよという社会じゃないとっていうところに僕は行き着くんですね。もうそれでしかね、方法がないと僕は思ってます。
まあ、そもそもこのカルタヘナの議定書、世界の中で必ずしも全ての国が批准をしているわけではないっていう、その問題点もある。で、その一方でですね、神奈川県のチャールさんは、先日のビンズル尊者の盗難に絡めてだと思いますが、仏像盗難にしろ遺伝子組み換えメダカにしろ、お金のためなら、ビンズル尊者は必ずしもお金かどうかちょっと分かりませんが、そうしたものお金のためなら、仏も自然も踏みにじる輩がいるんだなというようなメールも届いていますが、これ武田さんどう考えます、はい、ちょっとお聞きしたいのはね、そのカルタヘナ法は要するにその遺伝子組み換えでできたものを流通を規制するわけですよね、はい、輸出入とか、はい、売買とか、はい、でも本来は、はい、いくらその閉じた環境の中であろうが流通してなかろうが、生物に対してそういう遺伝子組み換えっていうのが、じゃあそもそもそれがどこまで許されることなのか、倫理的に、つまりこの世に存在しないものをそれを作り出すわけで、それを規制するっていうのはちゃんとできてないっていうことですか。これえのきさんからまず伺っていいですか。はい、わかりました。遺伝子組み換え技術というのは確かにその倫理的な問題があるんですけども、ただまあその遺伝子のメカニズムといいますか、働きを知ることで、例えば病気の予防であるとか、生命現象の解明であるとか、そういったことにどうしてもまあ使うのが有効であるというふうには思われているんですよね。だから完全にこうダメだと言って遺伝子組み換えをストップしてしまうと、また医療の発展等に影響が出てしまうということで、そこは倫理と技術のバランスを社会の中で、コンセンサスをきちっと取っていかないといけないなというふうに思います。現実にそのこうしたいその遺伝子組み換えの技術、あるいはその、その発酵をさせるというようなことも含めてですけれども、そういったことがその研究であるとか医療であるとかっていうところでは、もうその利用されているっていうことなんですかね。そうですね、もうもはや不可欠な技術と言っても過言ではないですね。ある遺伝子があったときにそれがどう働くかといったときに、やはり組み換え技術で、ちょっと加工してみる、あるいは働かなくしてみるということを見ていくといったことが、もうすでにもう20年30年と、研究が積み重なっているという状態ですね。えのきさん、ちょっとお聞きしたいのは、だから全部禁止するとか全部 OK とかいうことじゃなくって、きちっとある程度 その規制というかルールの下でその遺伝子組み換えというのを閉じた環境の中であろうが何であろうがやるっていうのは、それはあまりできてないっていうことですか。いえ、大抵はいろいろなレベルがあって、こういった遺伝子組み換えはいけません、ここまでなら許されますけど特別な施設でないとできませんとか、そういった規定等がありましてですね、はい、ある程度はうまくいってたんですけども、今回のように学生さんで、しかもちょっとまだ研究始めたてみたいな人が研究の中に入ってそれで持ってきてしまったみたいなことがあってですね、なかなかこのプロフェッショナルの間では、っていうような驚きがありましたよね。やはりちょっと穴があったということだと思います。これ動物と、元祖調布のイオちゃんさんは、遺伝子組み換えの大豆みたいなものもあるよねという指摘もありますし、こうした農業分野などでも、世界的に見ますと、この技術そのものは使われているというふうに考えていいんですかね。そうですね、大豆も含めて遺伝子組み換え作物という形で、例えば、害虫に強い植物を作るといったことはもうかなり世界中でやられているというところですね。さあ、そうしたところで青木さん、そうした研究用であるとか医療用であるとか、そういった形で利用をするということと、それがまた、ペットとして、あるいは、それについて高値で取引をされる、その投機の対象として、それが使われていいのかっていうのは、なんか全く別の問題じゃないかって気はするんです。そうですね、
まあ、昔からマウスの代わりというかその病気のね、あの研究の中でメダカがその透明のメダカっていうものがあの医療にすごくあのその分野で活躍してるっていうのも知ってますし、でもやっぱりその難しいですよね。なかなかその珍しいものを欲しがるのが愛好家なの でそこのどこまであのそこの線引きという部分がですね多分とても難しいんだとは思うんですけれども、そうしたあの難しいということを踏まえた上で、ね、青木さんのお立場としてはそうですね、私はもうあの自然交配そのメダカ自分の責任を持ってですねあの交配をさせて最後あの生まれるところからちゃんと最後まで面倒を見れるその範囲内でですねあの飼育の中で生まれてきたメダカをあのめでると、それ以外のものっていうのはやっぱりそのペットとしてはですねやっぱりちょっと僕はあの僕は自然なものが好きなのでですね、あの、そういった気持ちでいますけれども、いやですからやっぱりそういうその実際 その研究でどこまで技術的にできるかっていうことと本当に我々がどこまでやるべきかっていうことをもうちょっとちゃんとこれ分かるようにルール化してほしいと思うんです。今そこら辺、ね、相当曖昧なまんまでしょ結局、はい、うん、ですよね、思います、はい、えのきさん、そのまさにそのルール化というか明文化というかそのあたりどうですか。そうですね、まあ、こういった事件が起きてしまった以上はある程度はこうあのきつめのルールというのは必要だと思うんですけども、ただ、まあ、あまりにも強めてしまうと、まあ、その研究といったところで害が出てしまうというのもありますから、このバランスですよね。やはりその今回こういったことが起きたとして初めてカルタヘナ議定書等が知った人もいると思うんですけども、まあ、そういったことをまず知って社会の中で議論をしていくってことが、まあ、非常に重要かなというふうには思います。なるほど、お二方ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。